1665年に描かれたシャブタイツビの肖像。シャブタイツビ、サバタイツビ、またはゲルショム・ショーレムの著作翻訳本において、日本における通常の表記名は、サバタイツビは、近代ユダヤ民族史に最も影響を及ぼしたニセメシアとして知られるユダヤ人である。彼を救世主と信じた集団は、シャブタイ派、サバタイ派と呼ばれ、 急進的なメシアニズムを掲げて17世紀半ばのユダヤ人社会を熱狂の渦に巻き込んだ。衰退後の18世紀においてもツビの信奉者は、継続的に一定の勢力を保ち、後に誕生したハシディズムに影響を与えた。トルコのスミルナで生まれ育ったシャブタイツビは幼くして、カバラに目覚め、青年時代にはいくつもの神秘主義を習得していた。 この頃より、すでに気候癖があったようで、それは、生涯変わらぬ彼の性癖として知られているのだが、その性癖によって預言者を自称していた、アブラハム・ナタンから、救世主とみなされるようになった。次は、各地のユダヤ人社会をめぐり歩いて、大勢の信奉者を味方につけると、伝統的な戒律や道徳を否定したり、自分の兄弟や友人たちを、各国の王に任命するなど、 破天荒な行動で一目を集め、欧州のユダヤ人世界に一大ムーブメントを起こした。1666年、カバリストのネヘミア公編に告発されたツビ、次はオスマン帝国において逮捕されて、裁判にかけられた。彼には、イスラム教演の回収歌手経過という二者択一が迫られたのだが、苦もなく、回収を選択した末に名前も、 アジズムハンマドエフンディというイスラム名に改名している。彼に続いて、大勢の弟子も改修を受け入れた。救世主のイスラム教练の改修という出来事は、ユダヤ人社会に計り知れない衝撃を与えた。一方、メシアとされた人物の改修という世相の混乱を踏まえ、東欧では、ユダヤ人自らによって、カバラの修学に一定の制限が設けられるようになった。 シャブタイツビは以降はイスラム教徒として追放先のアルバニアで死んだ。50歳であった。シャブタイツビは西暦1626年7月1日の暗息日にイズミールにて生を受けた。彼の父モルデカイツビは鶏肉、鶏卵の商人としてヨーロッパでの販売網を抑えて財を成した人物でロマニオットが自であると見られている。息子に シャブ隊という名前を与えたのは、彼が安息日に生まれた子供だったからであり、それはユダヤ人社会の関連に基づいたものである。少年期のこと、彼は何者かによって性的虐待を受けたようで、この時追った心的外傷が彼の生涯に暗い影を落とすことになる。彼は性に対して異常に臆病で、恐怖心さえも抱いていたような不死がある。 完全としないのだが、彼の男性器は虐待の後遺症から、機能不全に陥ったとされている。彼は結婚生活の失敗を二度も経験しているのだが、その理由として、しばしば性生活の不調が挙げられている。少年時代より、エンソフやセフィロトといったカバラの概念に馴染んでいた。次は、ラビオセフエスカパやラビイツハクであるボといったイズミールの、著名なラビの手ほどきで、 ユダヤ教の教育を受けた。エスカッパからは、母ムの称号が与えられ、若くして、イズミールの賢者の一人に数えられるようになった。次は、間もなく20歳になろうとする頃から、イントン生活を始め、カバラと神秘主義に没頭しつつ、禁欲的な生活を送った。彼は20代の前半に二度結婚しているのだが、性生活を敬遠したため二度とも離婚せざるを得なかったという。 イズミールでは極度の経験主義と禁欲主義が引き起こした不幸とみなされ、離婚ゆえに評判を落とすことはなかった。ただし、この頃より気候や乱が目立つようになり、彼自身もそれに悩まされていた。当時のつびを記録したいくつかの資料からは、重度の双極性障害を患っていたことが伺える。彼に襲いかかる相うつの波は激しく、 精神的に高揚している時は興奮のあまりに平成を失って気候に走り、例えば公衆の面前で予言状態に陥り、あたかも救世主であるかのごとく謎めいた言葉を発するなどして聴衆など疑問を抜いていた。ところが、鬱状態になると陰遁生活が始まり、決して人前に姿を見せようとしなかった。次は若くして、カバラに熟達していたものの、 当時最も権威があったラビモーシェコルドベロの著作や、カバリストの間だけでなく、一般大衆からも支持を得るようになっていたラビイツハク、ルリアの著作にはあまり興味を示さず、むしろ、ゾハルや、セフェルハイコールかなぁ、セフェルハイコールペリアといったカバラの古典を愛読していた。ルリアの著書に関しては、その巨視的なカバラを嫌う傾向があった。彼は、この時期に、 自らの求心的なカバラの、おおよその骨格を形作っていたのだが、それは、異なる二つの神聖、かつ本質的な命題を礎に据えていた。一つは、アビラー・レシェマーの義務で、これにより早急に必要とされる世界の奇訓が、果たされるとした。もう一つは、伝統的にハラハーによって定められていた、いくつもの金星が、世界の修復の暁には解禁されるという。 約束であった。ただしツビは、自らのカバラが、当時の有力なラビには到底祝福されるものではない、ことを冷静に受け止めていたため、数年間はごく親しい弟子以外に教えることはなかった。1648年6月11日、ツビはその後の人生を激変させることになる出来事を、体験をする。それは、幻の中で自らが、 救世主であるという予言を受けるというものであった。その予言を後悔することにささかもためらいがなかった。次は同時に数々の寄稿を意図的に行うようにもなった。特に際立っていたのがハラハーによって声に出すことが厳禁され、アドナイト代読されている神の名前をみだりに口にすることであった。この行為は救世主が到来する日には、 神の名は正確に発音されるという胸が、バビロにあたるムードに記されていることに触発されたものとされている。もちろん、ツビは自分が救世主であることを信じて疑わなかったため、この特進行為は救世主到来の証として打って出たパフォーマンスである。なお、ツビが幻を見たとされる芝の月の21日は、シャブタイ派では祝日と定められ、交流期には、 盛大に祝福されていた。ツビの急進的な活動は、もちろんイズミールのラビの目には、狂人の戯れごととしか映らなかった。ツビは、救世主を自称するようになってから2年間は、イズミールに留まり、弟子や信奉者たちと共に、カバラの探求に努めながら、残悔と目欲の日々に明け暮れていた。この間、彼は再びドラウマを抱えることになる出来事に、遭遇している。 イズミールの海岸にて沐浴を行っている最中に、竜巻に巻き込まれ、休死に一生を得たのである。彼が命を取り留めた日は、キスレブの月の16日だったのだが、この日もシャブタイ派では祝日に定められていた。この2年間に、次の気候は過激化の一途をたどり、目に余るまでに悪質なものとなっていた。ある日のこと、彼は弟子を引き連れて、 イズミール近郊の丘に登り、ヌンノコヨシはよろしく太陽の運行を止めようとしたので、あった。この集大を聞くに及んで、とうとうイズミールのラビたちも観人袋の糸口が切れてしまい、ラビオセフエスカパとアロンベインイツハクラパパを筆頭に、罪を排斥する運動が始まった。こうして、期日は定かでないのだが1651年から1654年の間のいずれかの時期に、 ツビは、故郷のイズミールから追放されてしまった。故郷を追放された、ツビが最初に向かった先はテスシャロニキであった。彼はこの地で、大勢の弟子と信者を獲得したものの、いつもの気候を控えることはできなかったようである。ある日のこと、彼は、自分のために、結婚の儀を催したのだが、その作法はハラハラに則っ,ったものではなく、さも予言書などに書かれた。 救世主の到来のごとく、自らを立法の主人と見立て、立法との婚姻関係を起としたものなのであった。このパフォーマンスに関して、テッサロニキのユダヤ人社会からは、激しい非難の声が上がったため、スビは当地のラビの前で公式に謝罪をする羽目になった。ただし、この謝罪が彼の地位を回復させることはなく、結局は、イズミールの時と同様に、 テッサロニキからも追放されてしまった。それ以降の数年間、ツビはギリシア地方の各都市を転々としていたのだが、1658年になると信者の一団と共にコンスタンティノープルに現れた。ここでも巨大な魚を乗せた馬車を押して街中を歩きながら市民にカバラの議論を吹きかけるなど奇抜な行動で物議を醸すことになった。 ある日のこと、たった1日で、ユダヤ教の三大祭りを開催したことがある。その日、ツビは、カリアンのもとに座りながら杉越しの晩餐を催し、食後になると、ティックンレエールシャブオットを読み聞かせていた。もちろんこの行為は、ユダヤ教の伝統に対する挑発、冒涜に他ならなかった。この時期のツビには、ハラハーに対する違反を犯す自らをあベこべに、 祝福して喜ぶ傾向があり、その際はベルホとハイコールシャッホルのごとく、戒律の解禁に祝福あれと叫んでいた。これも、救世主が到来する日にはハラハーによる禁止事項が無効になるというミドラッシュの記述に由来している。こういった集文を短期間のうちにまき散らした末、次は終われるように、コンスタンティノープルを後にして、故郷のイズミールに戻った。 イズミールに戻ってからのツビは深刻な鬱状態に陥っていたようである。世間体を憂慮した兄弟たちは当面の生活費を援助した上で彼をパレスティナの地へ送り出すことにした。1662年、ツビはロドス島とエジプトを経由してパレスティナへと向かった。エジプトでは財務大臣の養殖にあったユダヤ人ジェレビ・ラファイル・ヨセフが彼に魅了され、 有力な支援者の一人となった。エジプトに滞在中のこと、ツビの耳にリボルの在住のサラという名前の風変わりな女性についての噂が届いた。それによれば、彼女は救世主の妻となるべく、運命を背負わされているという啓示を受けたというのである。ツビはこの知らせを非常に喜び、すぐさま彼女をエジプトへと招き寄せた。両者は、 短時間の対面を済ませると結婚した。サラは、弟子や信奉者から王妃と呼ばれるようになった。彼女には、過去に犯した因果をはじめとした数々の修文が付きまとっていたのだが、弟子や信奉者はそれを否定しないばかりか、預言者ホセアと会員の女の結婚になぞらえて、この出来事を解釈していた。次はエジプトからエルサレムへ向かうと、 そこでザンゲとカバラの修練に先進した。いつもの気候がなりを潜めることはなかったものの、エルサレムのユダヤ人社会では信頼を得ることに成功し、ついにはエジプトへ派遣されるシャダルに任命されるまで出世した。エジプトの大臣ジェレビラ・ファエル・ヨセフと親しい関係にあったことが任命を後押ししたとされている。次は1664年の末にエジプトに向けて出発した。 エルサレムへの経済的支援を募る、このミッションは大変な成功を収めることになった。一方、ツビがエジプトに滞在している頃、パレスティナでは彼の人生を決定的に変えることになる出来事が起きていた。エルサレムで生まれたアブラハムナタンベンエリシャハイムハイコールレビアシュケナジーは、イエシバデラビアコブハギズの指導のもとに学んだ若き、賢者であった。 ツビがエルサレムを訪れた時点で、ナタンとの間に何らかの接点があった可能性も否定できないのだが、現在のところ、この時期の両者の関係については何もわかっていない。しかし、ナタンがツビについての噂を耳にしていたことは間違いなかろう。1664年、ナタンは結婚を機にガザに転居したのだが、これを境にガザのナタンと呼ばれるようになった。 彼はそこで、ラビィ・ツハク・ルリアの著作、ハーラーとハイコールに卒ト,トを中心に、カバラと神秘主義を習得した。ハーラーとハイコールに卒ト,トとは、ルリア思想の中心概念で、世界創造の際に、ケリほトに取り残された、エンソフをセフィロトに戻すことを意味している。ナタンの言葉によれば、夢の中でカバラを習得するよう神から命じられたという。そんなある日のこと、彼の夢の中に、 シャブタイツビの姿が現れた。そして、この男こそ、救世主であるという予言を受けたのである。しかしナタンは、夢の中で見た人物が実際に、目の前に現れるまでは、誰にもその話をしなかった。ナタンは後に、手紙の中で、これら一連の予言について、次のように述べている。ナタンは自らを予言者であると公言するようになった。すると、彼のもとには、 魂の修復を求めて、大勢の民衆が集まったので、罪の悔い改めを説いた。ガザに預言者が現れたという噂は1665年には、エジプトにも届いていた。当時、魂の平安を説に望んでいた、ツビはすぐに、ガザへ赴いてナタンとの接触を試みた。1665年に起きた、ツビとナタンの出会いは、その後数年にわたる、 ユダヤ人社会の混乱の序章として今日の歴史には刻み込まれている。ナタンと出会うまでの罪の言動は救世主としての立場を貫きながらもあくまでも現実的な地位を固めるためのものであり、はめを外した過剰なパフォーマンスでさえも実は周到に計算されたものであった。しかしナタンとの出会いによって彼の人生は当初の思惑を超えた 得意な方向へとシフトするようになる。ナタンはツビが真の救世主であることを確信したので、これまで決して口外しなかった予言の内容をツビに伝えた。この時ツビはナタンベニヤミンに改名するようナタンに命じている。ツビが福音を携えてエルサレムへと向かうことになると、ナタンは所感をしたためて救世主出現の胸を 各国のユダヤ人社会に伝えた。書簡の中でナタンは、自らを預言者と紹介した上で、ツに備わる、救世主としての証を次のように述べている。イスラエルの家に生まれた兄弟たちへ。スミルナの聖なる回収の中で、救世主が誕生したことをあなた方にお知らせします。その救世主の名は、シャブタイツビと言います。間もなく彼の王国が誕生します。彼こそが、 イシュマイルの王から王冠を奪い取り、自らの頭上に体感する方です。イシュマイルの王は、あたかも、カナンの奴隷のごとく、救世主の後に従います。なぜなら、地上の王権のすべては、シャブタイツビの手にあるからです。その後、救世主は、イスラエルの回収の前から姿を隠します。私たちには、彼がどこへ行ったのか、生きているのか死んでいるのかさえもわからなくなります。 これはすなわち、救世主がサンバティオンの川を渡ったことを意味しているのです。このアンギャには、永遠の眠りについていった私たちのラビ、モーセも随行します。モーセには、リベカという娘の生まれるのですが、救世主は後にこのリベカを妻にめとります。モーセが、救世主の到来を待望しているところに、シャブタイツビが現れ、二人でサンバティオンの川を渡ります。 そこには、モーセの子とレカブの子、そして獣種族の子がいます。ご存知のようにサンバティオンの川を自力で渡った人間は未まだかつて誰もいません。なぜなら、川を渡ろうとする者には巨大な石が投げつけられるからです。ただし、暗息日には投石者も仕事を止めます。そこで暗息日に川を渡ろうとする者もいるのですが、今度は獣種族の子らに石を投げつけられるのです。 彼らは私たちが性別している暗息日を侮っているのだから仕方がありません。しかし、救世主、シャブタイツビとモーセの来訪となれば話は別です。十種族のコラは手を休め、救世主がすべてのユダヤ人を引き連れてサンバティオンの川を渡り終えるまで待ちます。しかし、いつものように石を投げる機会を伺っているのです。その時、 天の宮廷に住まう獅子が降臨します。獅子は靴輪をはめられているのですが、その靴輪は七つの頭を持った蛇へと姿を変えます。靴輪から解き放たれた獅子は、口から炎を吐きます。すると、救世主が獅子にまたがり、モーセを先頭に従えて、すべてのユダヤ人をエルサレムへと導くのです。その途中、ゴグとマゴグを相手に戦います。 海辺のマサゴのように無数の民が救世主と共に戦うのです。救世主の手には剣も槍もありません。彼は霊の力で敵と戦い、お言葉を用いて悪人を打ち倒し、神の御命のもとに屈服させるのです。救世主がモーセと民と共にエルサレムに入城するや、いなや、神は天空にそびえ立つ神殿を権限させます。 神殿は黄金と宝石によって築かれており、その輝きはエルサレムのすべての家々を照らします。そこで救世主が祭壇に生贄を捧げます。するとエルサレムだけでなく全世界にて死者が復活するのです。これは誰にも引き伸ばすことができない非常に切迫した出来事なのです。しかし私たちはあらゆる人間にこの秘密を開示することはできません。 ただ、神の古号によって、ユダヤ人のシオ音への帰還が果たされることを目の当たりにしてもらうしかありません。親愛なる兄弟たちよ。私は取り急ぎこれらのことをあなたたちに伝えましたが、それは人重に救済の日が近いことを知ってもらうためです。ナタンベニヤミンアシケナジーより、トラトカナウートより引用ナタンは、救世主に関する予言を繰り返して、民衆を煽った。また、 つびには古いゲニザで発見した羊皮紙の巻物の存在を明かした。もちろん、ナタン自らが偽造した岩作なのだが、イェフダハイコールハシーの一派に属するカバリストによって13世紀に書かれた古文書であると言いくるめて信じ込ませた。その巻物には、まさにシャブタイツビという名の救世主が、 ユダヤ歴5386年、アーブの月の9日に出現する旨が予言されていた。さらには、性的虐待をはじめとした予言者がたどる、運命までもが記されていたのである。この巻物に、ツビ自身が非常に感銘を受けたこともあり、ナタンは、その予言内容の宣伝に躍起になった。一方、弟子たちには、救世主が到来する日になると、ルリアが、 世界修復のために定めた祈祷をはじめ、カバラ的な内容のあらゆる祈祷が効力をなくし、より簡素な言葉が祈祷に用いられると教えた。こうしてナタンは、世界の修復を歌うルリアによるカバラ神学における世界観、あるいは反、シャブタイ派の世界観に内包された矛盾を見極めながら、内政的、かつ神秘的な考察によって英知に達する方法論を提唱するに至った。 罪の買いのために苦行に耐えるシャブタイ派の信奉者を描いた版画。ツビはエルサレムに戻ったものの、前回とは打って変わって、かつての共鳴者も含めたユダヤ人社会全体から拒絶されてしまった。町の道化師はシャリア派を送ったのに帰ってきたのはマシア派だったと言って、ツビをからかったりしていた。 また、ツビがシャダルの任務を放棄して、エジプトからガザーに向かったことに絡んで、回収の代表者はエジプトで集めた資金を横領した、権利で、ツビを訴え、カディの前に引き出した。しかし、幸運にも担当したカディがツビの弁明を全面的に受け入れてくれたため、すぐさま釈放される運びとなった。シャブタイ派の伝承によれば、釈放された時ツビは馬にまたがっており、そのまま、 凱旋パレードよろしく、エルサレムの通りを練り歩いたとされている。ちなみに、当時のエルサレムでは、ユダヤ人が市街地で馬に乗ることは禁じられていた。それからしばらくすると、次のスキャンダラスな日常が非難されるようになった。この件を先頭に立って対処したのはラビヤーコブ・ハギズと、カバリストのラビヤーコブ・ゼマーフだったのだが、彼らが最終的に下した判断は、 次に波紋を言い渡すというものであった。こうして、ようやく一定の支持層を獲得したにもかかわらず、エルサレムを離れざるを得なくなってしまった。次は再び故郷のイズミールへと向かった。その途上、ツファット、ダマスコ、アレッポを経由したのだが、アレッポでは、数ヶ月間も滞在し、有力なラビからの支援を受けることもできた。一方、ナタンは書簡を通じて、 ユダヤ人社会全体にシャブタイツビの活動を伝えていたのだが、救世主到来の吉報は、イエメン、ペルシア、地中海沿岸地方、北、アフリカ、ヨーロッパ全土など各地で熱烈に歓迎され、にわかにメシア大暴論が湧き上がった。しかも当時はシャブタイ派に対する否定的な論調は皆無に等しかったのである。シャブタイツビを救世主とする求心的な思想が、 各も、請求にユダヤ人社会に受容された理由に関して、歴史家のツビグレーツは、1648年から1649年にかけて、東欧で起きたフメルニツキーの乱の影響を指摘している。この混乱を体験した東欧のユダヤ人は、当時の状況をヘブレーマシア派であると確信し、救済の日が近いことを疑わなかった。これに対して、ゲルショム、 ショーレムは、シャブタイ派の世界的な流行は、彼が現れる以前に普及した、イツハクルリアのカバラによって、メッシア大望の下地が、潜在的に形成されていたからであると述べている。その頃キリスト教社会などのヒーダヤ教社会では、シャブタイツビと彼によってもたらされる救済についての、見聞が、新聞などを通じて伝えられていた。だが、そのほとんどは、 噂の息を出ない者ばかりで、シャブタイ派が引き起こす戦乱と勝利、エルサレムの征服、さらには失われた十種族の帰還といったものまでが話題に上っていた。この頃になると、次の支援者は彼のことをアミラーという称号で呼ぶようになっていた。アミラーとは、我らの主、我らの王、その栄光は称えられるの略称で、イスラム教の初期のカリフに与えられていた称号。 アミール・アルムーに相当する。1666年にアムステルダムで印刷されたシャブタイ派のパンフレットと題されている。パレスティナでは大勢のユダヤ人がガザに集まっていた。そこではナタンが訪れた者それぞれに対して魂の修復を施していた。ガザで始まったクイア改めの運動は過去に例を見ない大規模なものへと発展してパレスティナ全土を席巻し、ついには 各地のユダヤ人社会にまで波及するようになった。ティクンと題されたパンフレットが大量に出回っていたのだが、そのパンフレットには、ナタンの指示によって編集された、単眼の祈祷文もすられていた。シャブタイ派の活動が安定期に入った数年後になると、かつて批判的だったラビマでもが、シャブタイツビに一末の期待を寄せるようになっていた。一方、各地のユダヤ人は、 救世主の到来に備えて財産を売り払い、すべてのユダヤ人がエルサレムに導かれることを夢見ながら日夜、祈りと懺悔に没頭していた。この運動に誘発されるかのように、アナトリア半島やバルカン半島では、老若男女を問わず、大勢の預言者が現れ、シャブタイツビと救済の日についての預言を、公衆の面前で堂々と訴えていた。 こういったヒステリーを起こした者の数は、イズミールだけでも150人を超えたそうで、預言者の中には、コンスタンティノープルのラビモーセ,セルバルといった著名なラビも含まれていた。セルバルの予言は、オスマン帝国内のすべてのユダヤ人に知れ渡り、いよいよ週末の到来が迫っていることを自覚させた。その後も預言者の出現は後を絶たず、彼らは民衆に、悔い改ための必要性を解きながら、 魂の修復を行っていた。こうして、ユダヤ人社会が、救世主到来の歓喜に浮かれていた最中、のかの1665年9月、次はイズミールに凱旋し、熱狂的な民衆、支援者に迎え入れられた。それから数ヶ月の間は、活動を控えて、家にこもっていたのだが、1665年の、ハヌカー祭を機に、王の紛争をして、盛大なパレードを行ったり、 頻繁に予言を受けるなどして活動を活発化させた。イズミールのラビは罪の活動に対していかに対処すべきかを相談していた。罪はそれを知ると彼らの神経を逆なでするように同年のテベトの月の3日の金曜日を祈りの日に定めると布告した。その日、イズミールではシャブタイ派の信者と反対派の活動家との間で衝突が発生し、 乱闘が起きる騒ぎになった。一部のラビがツビの暗殺を図っているとの情報が漏れたことが原因であったと見られている。さらに翌日の安息日になると暴力事件は深刻な事態にまで拡大した。朝の祈りが終わった後、ツビは数百人の信者を引き連れてポルトガル系ユダヤ人地区のシナゴーグに現れたのだが、そこでは反対派の指導者たちが祈りの最中であった。 彼らは、シャブタイ派の入場を拒絶し、シナゴーグから締め出そうとした。ところが、次は、斧で扉を破壊して、シナゴーグ内に乱入すると、力属で反対派の祈りを妨害し、彼らを前にして、自らの教えを説いたのである。その説教が終わると、モーセ後書を取り出し、ハラハによって定められた老章法を否定しつつ、独自の流儀による老章を披露した。 はじめに7人の近親者を、続いて7人の女性を、説教団に挙げて、担当箇所を朗賞させたのだが、神の名前たるが記されている箇所はすべて文字通りに発音するよう、強要した。罪は壇上にて朗賞者それぞれに冠を授け、彼の兄弟エリアフッツビをアナトリアの王に任命するなど、14人を世界各地の王に任命した。朗賞を終えた罪は、 つノブえの音を真似て鳴らした。続いて、その場に居合わせたイズミールのラビの名前を挙げ、長時間にわたって呪い始めた。その筆頭に挙げられたのが、クネセとハイコールゲドリームの著者で一時期ツビの有力な支援者の一人でもあったラビハイム・ベンベニスと出会った。そして最後に、トーラーを片手に、スペイン歌謡を歌いながら、シナゴーグの中でランブした。ツビは、そのスペイン歌謡を、 カバラの秘義が内包されているという理由で非常に愛好していた。この悪夢のような暗色日の後もツビの言動は常に議論の対象となっていた。しかし、イズミールのラビの多くはツビの支援者に名を連ねるようになっていた。同じ頃、ラビハイム・ベンベニストを中心としたイズミールのラビとツビの排斥を唱える最後の大物であるアロン・ベン、イツハクラ・パパとの間で抗争が起きたのだが、 ラパパは、イズミールからの追放を、ツビによって宣告されたため、逃亡せざるを得なくなった。一方のベンベニストは、改めて支援者の列に加わるよう命じられている。ツビは、テベトの月の10日の断食日の廃止を宣言したり、離婚した二人の女性と親密な関係を持つなど、ハラハーにおける禁止事項の解禁を自ら実践する形で、推し進め。 反対者からのより一層の非難を浴びていた。また、たびたび、任命式典を実施しては、支援者に世界の一部を私業として与え、その地域の支配者に定めていた。その際、彼らのことを古代パレスティナのユダ王国、あるいはイスラエル王国で大いについていた者たちの生まれ変わりであると宣言した。こうした出来事を経た末に、ついにシャブタイ派の活動は、 臨海点に達することになる。1665年12月11日のこと、支援者に促された、ツビは、オスマン帝国のスルタン、メフメトイヨン世から王位を剥奪し、彼の代わりに玉座に着くことを目論んで、コンスタンティノープルに向けて出発したのである。牢獄内で、コーキングにはめられているツビと、越見に訪れた客人を描いた版がただし、 ガリポリでの監禁時なのか、ウルチニで監禁時なのかは分かっていない。シャブタイツビがコンスタンティノープルへ向けて出発したという情報はすぐさま王宮に届けられたため、大宰相キョプリュリュアフメトパシャは躊躇なく、ツビの逮捕を命じた。ツビは、数千人の信奉者に迎えられて、コンスタンティノープルの港に上陸したところで、オスマン帝国軍の衛兵によって、身柄を拘束され、 信奉者の一団も武力によって解散させられてしまった。次は数日間交流された後、反逆罪の権威で大最小自らによる裁判にかけられることになった。この裁判がどのように進められたのかは定かでないのだが、次に下された判決は極刑ではなくトラキアのガリポリにあるトリデへの流刑となり、そこで監禁されることになった。 ツビは、ユダヤ歴5426年の杉越祭りの前日にガリポリの砦に到着したのだが、伝えられるところによると、到着するや、稲や杉越氏の池にへの規定に従って、小羊をほふったまではよかったのだが、それを父で煮込んで同伴した信奉者と共に食したという。もちろんそれはハラハで禁じられている行為であった。この頃になってもツビは、相変わらず、 ハラハに背くたびに自らを祝福してはいつに入っていた。牢獄の監視たちは寛大な態度で、罪の気候を受け流していたようで、賄賂を条件に訪問者との面会も許可していた。罪の監禁という事態が、シャブ隊派の活動に悪影響を与えるようなことはなかったようで、信者の間では、その出来事には、深淵な奥義が秘められているとさえ解釈されていた。 当時ヨーロッパにおいて広まっていた、ツビの武勇伝によれば、近い将来スルタンから王位を奪い取ることが、規定路線であるため、牢獄内ではすでに王のごとく王平な態度で、振る舞っていたそうで、実際、さながら王宮の式典のような儀式を、毎日のように繰り返していたという。ツビの監禁は、数ヶ月にも上ったのだが、その間、来るべき王に一見するために高価な蜜ぎ物を、 携えて各地から訪れた信者、支援者の数は数千人単位にまで膨れ上がっていた。その中には多くの著名人も含まれており、ポーランドのリビューからは、ハラハーの名著、トゥレーザハブを執筆したラビダビドハイコールレビセガールの息子夫婦が訪問するなど、次の周囲に賑やかな話題を提供していた。シャブ大イ派の世界的な需要は衰えを知らなかった。 少数派となった敵対者はそれに危機感を覚え、ツに対する態度を明確にする必要に迫られた。その中の一人に、ロンドンとハンブルクを拠点に活躍するラビアーコブ、ベンアロン・サスポルダスがいた。彼は後に、シャブタイ派が起こした一連の騒動を、チツとノベルツという書物にまとめて総括した人物である。当時のツビが仕た,ためた書簡なども多数収録された、彼の著作は、 ラビアーコブ・エムデンの要約によって知られるようになった。一方、多くのラビは、あからさまに対立したところで、勝ち目がないどころか、アベコベに無用な損失を招く恐れがあることから、事態の生還を申し合わせていた。ユダヤ歴5426年のタムーズの月の17日の、断食日を前にして、 ツビはハラハーで定められたすべての断食日の撤廃を布告し、すぐさま各地のユダヤ人社会に伝えた。その日、ツビは大勢の信奉者を集めて宴会を開いた。同年のアーブの月の9日の断食日にも規定を破って飲み食いにふけていたのだが、これらの出来事は、シャブタイ派の勢力が衰退した後になると帰り見られ、ユダヤ教の伝統に対する重大な罪として、 心に刻まれるようになった。1666年9月3日、ポーランドからネヘミヤ公編という名前のカバリストがツビを訪ねてガリポリに現れた。これがシャブタイ派にとって運の月となった。ネヘミヤ公編の人物像についてはほとんど知られていないのだが公編の来訪を知ったツビが彼の援助によって支持基盤の強化が期待できると喜んでいたことから、 おそらく、東欧のカバリストの間では、それなりに、名日寄った人物だったと見られている。一方の後編は、ツビとの接見においていぶかしいものを感じていた。後編の来訪は、ツビにとっては不意の出来事だった様子で、その先見性のなさ、ゆえに、にわかにツビを救世主として、認めることができなかったのである。彼は真相を追求するために、ツビとの間に、議論の場を設けた。 三日間にわたったカバラの問答は広範囲に及び難解を極めた。こうした試みの末、ついに後編は、ツビが救世主ではないという結論に達した。いくつかの資料が証言するところでは、この時の議論の中心は、ツビにはマシアハ・ベン・ダビドとしての条件が満たされていないゆえ、実際にはマシアハ・ベン・ヨセフではないのかという後編の主張にあった。 すべてを察した後編は、議論を終えると、おもむろに罪を指さし、この男は、詐欺師だと叫び、ユダヤ民族をたぶらかした、重罪ゆえに死刑に処されるべきだと訴えた。この過敢な行為は、罪の信奉者によって、命が脅かされるやもしれない、危険な賭けであった。そこで、後編は、取りの衛兵を前にして、身の保全を条件に、イスラム教演の回収を宣言した。 後編はターバンを巻いて、イスラム教徒に憤すると、ツビに対する訴訟を起こすために、自身の身柄をエディルネにある法廷へ護送するよう、要請した。エディルネに到着すると、幾重もの訴状を手に、ツビを告発し、スルタンに対しては、ツビが不一調する、神秘的な力は、疑瞞に過ぎないゆえ全く恐れるに足りないと進言した。そして、自らが提出した訴状が受理されて後半が、 開始されたのを見届けると、密かにオスマン帝国領から脱出して、ポーランドに戻った。そこで、イスラム教の破棄を公式に宣言して、ユダヤ教に復帰している。後編の告訴状が受理されると、ツビはエディルネの法廷へ連行され、1666年9月16日にスルタンの手によって裁かれることになった。そこで、ツビは自身にかけられた権威は愚か。 シャブタイ派との関わりさえも一切否定したのである。次には死刑か、イスラム教演の回収かという二者択一が迫られたのだが、彼は迷わず回収を選び、名前までも、アジズムハンマドエフンディというイスラム名に改名している。また、バシャカフジという名誉職が与えられ、スルタンの保護のもと、国庫からの恩給による裕福な生活が約束された。 シャブタイツビのイスラム教への回収という知らせは各地のユダヤ人社会に計り知れない打撃を与えた。多くの信奉者が救世主の不甲斐なさに絶望して思想を放棄し、ある者はイスラム教に、またある者はキリスト教へ回収するなどしてユダヤ教との決別を図った。また、この悪夢を早急に払拭したいがため信奉者団体が所有していた。 次に関連する文書が廃棄、焼却されたり、シャブタイツビという名前を文書に記録することが禁じられたりするようになった。東欧では同様のニセメシア騒動が繰り返されないよう、バードアルバー・アラズオトによって、カバラの学習に政権が設けられ、タルムードとハラハーに熟達したものにのみ、カバラの指導資格が得られるよう制度が改められた。一方、 中近東とバルカン半島では依然として顔面な信奉者がシャブタイ派の協議を守っていた。罪の回収をきっかけにシャブタイ派に対する迫害が始まったのだが、その過程においてガザでは紛争が引き起こされたりもした。ナタンは罪の回収が知れ渡ると信奉者団体の弱体化を防ぐためにガザからイズミールに向かった。年の月下旬。 苦労して、イズミールの近郊にまで到達したものの、事前にその情報を察知した地元のラビに道を阻まれ、数週間も立ち往生する羽目にあった。ようやく入場が許可されるとナタンはすぐさま信奉者を集め、シャブタイハシソーの検事を懸命に訴えた。次の回収については、ハーラーとハイコールに卒夫のために一時的に、イスラム教徒に落ちぶれ、 ケリホとの世界を先行しているに過ぎないと説明した。数ヶ月後、ナタンはエディルネに赴いて、ツビとの接触を試みようとしたのだが、ここでも入場を拒否された。そのままトラキア、小アジア、バルカン地方などを放浪して最後にはイタリアにたどり着き、ここに新たな拠点を築いた。一方のツビは、妻のサラと共に、エディルネにて悠々自適の生活を送っており、 彼を追って、イスラム教に改修した大勢の弟子を従えていた。1667年にはサラとの間に、最初の息子を設けており、イシマエルモルデカイと名付けている。不可解な日常は相変わらずで、ユダヤ教ともイスラム教ともつかない、独自の流儀による生活を営んでいた。一見したところも反的なイスラム教徒として振る舞っていたのだが、未改修のシャブタイ派者との連絡は、 密に保っており、書簡において、自身の回収を、ケリホトへの先行とあると釈明しつつ、それを、カバラの秘儀であると説いていた。1669年、ナタンが再度ツビに会うために、エディルネに現れたのだが、今度は、合流に成功した。ツビは、ナタンと共に、エディルネ、コンスタンティノープル、テッサロニキなどに残るシャブタイ派信砲者の共同体を、訪れ、 自身を先頭に、街頭パレードを実施したり、各地のシナゴーグで、ユダヤ教ともイスラム教ともつかない奇妙な式典を、催すなどしていた。1672年の8月、次は、弟子と共に、コンスタンティノープルに入場し、我流の儀式を、公衆の面前で繰り返していた。同年9月の上旬、とあるシナゴーグに適当を行っていた時のこと、ついに当局によって、 イスラムに対する配信の罪で身柄を拘束され、オスマン帝国軍の儀礼兵の監視のもとへディルネに送還された。そこで4ヶ月間交流された後、アルバニアのウルチニに流刑されることになった。そこでも再び罪にまつわるスキャンダルが話題になった。彼はコンスタンティノープル出身の若い女性を妻に目取ったのだが、彼女には婚約者がおり、結婚の直後になって、 その婚約者との間にできた子供を出産したのである。罪の近親者の一人で信奉者のまとめ役でもあった、アブラハムハイコール焼きには、当惑する弟子たちに対して、これは弟子たちが本当に、罪を信じ続けるのかを見極めるためになされた神の、試みであり、事件そのものには何の意味もないと説明していた。それからしばらくすると、罪は、 後にドンメ派の創始者となるテッサロニキのヨセフフィロソフの娘をも妻として迎え入れた。この頃にはバルカン半島やイタリアの支援者との関係がより緊密になり多くの生徒が次の元を訪れては直々に教えを学んでいた。シャブタイ派の神聖な協議を収録したカバラの書物ラザデイコールメヘマヌータは 当時のツビの区伝をアブラハム・ミグエル・カルドソという人物が成分化したものとされている。しかし、カバラ研究の権威で、ヘブライ大学教授のイエフダ・リベースによれば、同書は、いわゆる、切点で、実際には、カルドソ本人による著作であるとしている。ユダヤ歴5437年の大食材日のこと、テヒラトネーラーを終えたところで、ツビは息を引き取った。 50歳であった。ツの不法を知るとナタンは信奉者に対して、不告を出し、ツは死んだのではなく、思考の光に照らされて、姿が見えなくなったに過ぎず、必ず、もう一度姿を現して、イスラエルを解放してくれると説いた。しかし、そのナタンも罪の死をきっかけに精神を病むようになり、最後まで、シャブタイツこそが、救世主であると信じながら、1680年に、 マケドニアのスコピエで死んだ。シャブタイ派思想は、東欧では18世紀の中央まで、時に密かに、時に公然とカバリスとの間で語り継がれていた。その頃、ポーランドで対頭していたフランク主義が、しばらく息を潜めていたシャブタイ派を、歴史の表舞台に引きずり出したこともあった。しかし、フランク主義者の多くが、キリスト教に改宗した頃には、ヨーロッパでのシャブタイ派の活動は、 完全に生き絶えていた。バルカン半島、小アジアイタリアなどで過労じて守られていた、共同体も19世紀を待たずして崩壊してしまった。一方、シャブタイ派思想の中心的な主題であった、アビラー・レジマーや、ハーラーとハイコールに卒そ夫そと,といった概念は命を取り留め、広大に起きたカバラ論争において、しばしば用いられていた。 ツビと共にイスラム教に改修した弟子たちは、ツビの死後もオスマン帝国に留まった。彼らの子孫はドンメハの設立に関わっているのだが、その伝統は今日まで受け継がれている。シャブタイツビの生き様が、良くも悪くもユダヤ人の民族意識に火をつけたことは、間違いない。それゆえ、今日では、おおむね、偉大なるニセメシアとして評価されている。 彼を中心に始まり、世界中のユダヤ人社会を巻き込んで、太く短く終わったシャブタイ派の活動は、信奉者が消え去り、生々しい記憶が忘却されるまでに長い時間を要した。また、シャブタイツビという名は、メシアニズムとオボ式思想を攻撃する際にしばしば用いられてきた。例えばシオニズムが全盛期だった頃、反対者によってシオニズムはしばしばシャブタイ派になぞらえられ、 テオドール・ヘルツルに至っては、シャブタイツビ、そのものであると、揶揄されていた。近年においては、1980年代にハバドの信奉者とエルアザル・メナヘム、マンシャフを筆頭にした、リトアニアのユダヤ人との間で論争が起きた際、ハバドの主張する、メシアニズムゆえ、アドモールのラビ・メナヘム、メンデル・シェネルソンが、シャブタイツビになぞらえられて批判されていた。喋たいゼビー・ビー・モーディケイ。 ありがとうございます。